高宮和也、高宮和也、高宮和也、1981年12月4日帯は、大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左だ。少年野球チームのコーチであったジップの影響で、野球をスタート、親子揃っての阪神タイガースファンであることから、ジップは和也を阪神へ入団させるべく、野球の基礎を和也に教え込んだという、 中学校時代に、関西総科高等学校への進学を予定していたが、公式野球部のセレクションで合格に至らなかったことから、大阪体育大学浪美高等学校、浪美へ入学。しかし、浪美への在学中には、春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。浪美での一学年先輩に、瀬尾健作がいる。 ちなみに、高校からの卒業前に、龍谷大学や仏教大学のセレクションを受けたが、いずれも採用されなかった。一時は、野球から離れて、マスメディア系の専門学校への進学を検討していたが、野球を続けろというジップの説得によって本意。さらに、山口県にある、徳山大学公式野球部の監督から、波章でバッテリーを組んでいた星と一緒に入学して、 欲しいとの勧誘を受けたことに、同大学へ進学した。徳山大学への入学後は、一年次から中国地区大学野球のリリーグ戦に登板。さらに、一年次から二年連続で、明治神宮野球大会へ出場した。大学野球部での一学年先輩に、飯田博之がいる。大学からの卒業後に本田へ入社すると、本田鈴鹿公式野球部に所属。 当時臨時コーチを務めていた、並小 OB の牛島和彦による指導で当格を表した。入社3年目のには、チームを第76回とし、対抗野球全国大会と第32回社会人野球日本選手権全国大会に導いた。当時のチームメイトには、後に広島東洋カープへ入団した宮崎光塔や中東直樹などがある。さらに、 オランダで模様された第36回アイブフワールドカップに日本代表の一員として出場。中継投手として4試合に登板した。横浜ベイスターズへの入団を希望していたことから2005年の NPB 大学社会人ドラフト会議では希望入団枠制度によって同級団から指名。契約金1億円、年俸1、500万円。 金額は推定という最高条件で入団した。当時の一軍監督は牛島で背番号は15。2は春季キャンプで牛島監督から現役時代の勝負球であったフォークを伝授されるなど即戦力として期待されていた。当時チームに不足していた左の救援要員として開幕一軍入りを果たすと4月6日の対中日ドラゴンズ戦。 横浜スタジアム6回表に救援で1、軍公式戦にデビュー。最初に対戦した、立浪和義から三振を奪いながら、2回1、失点という内容で黒星を起死した。4月20日の対広島東洋カープ、広島市民球場戦から先発に転向すると、6回5失点という内容ながら、味方打線の援護によって、プロ初勝利を記録した。以降の公式戦でも、 チームの先発投資不足を背景に先発へ起用されたが、6月17日に左手中指の捻挫で出場選手登録を抹消。結局、一軍公式戦では18試合の登板で2勝6敗、防御率6.83という成績にとどまった。2番、一軍公式戦に救援で22試合に登板。3つのホールドを記録したが、 最後の4試合で10失点を喫するなど振るわず、シーズンの後半を憎んで過ごした。6月24日の対オリックス戦、横浜では、1死も取れずに降板。ハマスタウェーブ、横浜主催公式戦のインターネット向け中継でこの、試合を実況していた、C の茂げ当時は、横浜の親会社、TBS のアナウンサーから、水差し野郎、に軍の本拠地である横須賀へ帰れなど、 ベテランのスポーツアナウンサーらしからぬ表現で酷評されたことがインターネット上で話題になった。2は、一軍公式戦10試合に登板。2年振りの勝利を挙げたが、防御率が11.12に達するなど不振を極めた。2は、オーバースローだった投球フォームを8月からサイドスローへ改造。コントロールと変化球を徹底的に磨いた。 一軍公式戦への登板は、シーズン終盤の9月にまで持ち越されたものの、11試合の中継登板で2ホールドを記録したほか、防御率を4.50にまで改善した。二は、一軍公式戦21試合に登板、3ホールドを記録したが、防御率は5.23にとどまった。2010年12月6日に、寺原隼人と共に、 オリックスバファローズへ移籍することが発表された。山本翔吾、木下義との交換トレードによる移籍で、背番号は40。2は、春季キャンプ中に、一軍監督、岡田秋信の勧めで、オーバースローへ、再び転校。開幕一軍入りを果たすと、一軍公式戦で20試合に登板した。主にビハインドの局面での救援を任されたが、失点を起死した試合は、 わずか4試合で、脱三振率が8.74に達するなど、投球内容が安定。プロ入り後初めて1軍公式戦での防御率が4点台を切ったほか、ホイップでは横浜時代よりも優秀な数値、1.24を記録した。2は、ウエスタンリーグ公式戦41試合に登板。オール9円で3勝1敗3セーブ。 防御率2.49の成績を残したが、一軍公式戦では、7月18日の対福岡ソフトバンクホークス戦、福岡ヤフードーム登板しただけにとどまった。1月11日に、阪神タイガースへの移籍が発表された。平野圭一が、国内 FA 県の講使によってオリックスへ移籍したことに伴う保証措置で、当初の背番号は、オリックス時代に続いて40。 公式戦の開幕後は、7月24日の出場選手登録を経て、翌25日の対東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場で7点ビハインドの8回裏に、セントラルリーグ公式デビューを果たした。しかし、1回を投げて3失点と振るわず、わずか2日で登録を抹消。結局、一軍公式戦への登板機会はこの試合だけだった。ウスタンリーグ公式戦でも、 35試合に登板したが、1勝3敗、防御率4.08という成績に終わった。2は、春季キャンプ前の1月6日から、背番号を34に変更した。久保康友が、国内 FA 県の講師で DNA へ移籍したことに、伴う保証措置で入団した、鶴岡市聖保守が、背番号40を着用することによる。高宮自身は、5月1日に、 シーズン初の出場選手登録を果たすと、7日の対、中日戦、名古屋ドーム延長11回表西から登板。代打に起用された左打者の野本慶を三者比に、打ち取ると、12回表の打席で、梅野龍太郎と交代した。その梅野が2点本塁打を放ったなどことによって、チームは3点リードの末に逃げ切り勝利。高宮にも、 一軍公式戦6年振りの白帽子がついた。シーズン終盤には、自身と同じ左の中継ぎ要員、加藤康介や筒井和也が軒並み不審になり、当番の機会が増加。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦22試合の当番で、防御率2.89を記録した。さらに、チームのレギュラーシーズン2位で迎えた、読売ジャイアンツ、巨人とのクライマックスシリーズ。 CS ファイナルステージ東京ドームでは巨人の左打者安倍晋之助対策のワンポイントリリーフとして第一戦から三戦連続で対戦通算で3打数無安打に三振と抑え込んだことによってチームの日本シリーズ進出に貢献したソフトバンクとの日本シリーズでも5試合中2試合に9円で登板した福岡や福岡ドームでの第3戦 10月28日では、2点ビハインドの6回裏、西一塁から登板したが、対戦した2人の打者を死球と安打で出塁させた。末に、一死も取れないまま降板。後を継いだ、安藤雄也が、以上の走者をすべて生還させたため、高宮には、自責点2がついた。2は、公式戦開幕直後の4月3日から一軍へ、帯同すると、左打者に対する、 ワンポイントリリーフを中心に活躍。夏場に一時部長で登録を抹消されたが、一軍公式戦全体では、自己最多の52試合に登板するとともに、防御率3.03やチーム3位の10、ホールドポイント、29円勝利8ホールドを記録した。2は、国内 FA 県の講師によって中日から移籍した、左投手の高橋里志文が一軍のセットアッパーに、 定着するなどの影響で、一軍公式戦への登板が16試合にまで、急減。1ホールドを記録したが、防御率は6.39にまで達した。2は、高橋に加えて、前年まで、先発要員だった左投手の岩崎優が一軍の、救援陣に定着。一軍公式戦への登板機会を失ったことや、例年と違って、 夏場を過ぎても9位が上がらなかったことを背景に現役引退を決意した。9月28日に甲子園球場で模様された広島東洋ガープとのウエスタンリーグシーズン最終戦では、この試合を最後に2軍監督を退く掛布正之へ志願した上で9回表に登板。1イニングを無安打無失点に抑えたことによって、自身の現役生活と掛布の2軍監督生活を 締めくくった。10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、11月29日付けで、現役引退を正式に表明。地元の大阪府内にあるスポーツ用品店に、アドバイザリースタッフとして勤務。プロ野球選手としての経験と、阪神時代に、若手選手から熱い信頼を寄せられたほど親しみやすい、人柄を活かして、野球教室の運営や指導にも携わる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。